レコーディング。じゃあ、感謝しますのはい、感ね。謝しじゃあ、ます。皆さん、ごはい。挨拶から始めたいと思います。マイクね、オンにできる人はしてください。じゃあ、せーので、3回ね、感謝します。言いますからね。はい。せーの。感謝してまーす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 。ありがとう。いつもケイちゃんもありがとうね。ありがとう。感謝しまーす。はい、じゃあ、行きます。はい、はい、わかりました。それでは、オープニング参りまーす。せーの。ひとりさんの、愛と、光と、楽しいを配信する、オフィス花江でーす。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで、はい、今日も恒例のひとりさんクイズから始めたいと思います。はい。はい。ということですね、今日のひとりさんクイズはですね、すごいですよ。はい、お、すごい。なんとですね、はい、考えてくれたのが、はい、ひとりさんとみっちゃん先生が一緒に考えてくれました。まあ、もちろんね、俺もね、はい、そこに混じって、考え、まあ、俺はね、聞いてただけ。すごい。そうだから、今日のクイズはね、なかなかね、プレミア感が満載ですけど、はい。はい、今日はですね、またちょっとね、青森関連のクイズから、はい。いかしたいと思います。まあ、青森県ね、ずっと連日青森県で出題してますが、はい、今日はじゃあその青森県の中の恐れ山。お、わかりますか皆さん、恐れ山でね、恐れ山の、恐れ山クイズです、今日は。はい、恐れ山クイズ。はい。はい、ということですね、これは、ひとりさんがね、ひとりさんご一行様がですね、はい、恐れ山に行った時にですね、はい、必ず食べるものがあります。おー。これ必ず食べる。必ず。必ず食べるそうです。それが、まあ、特にひとりさんが必ず食べる。気になりますね。気になるね。そう、はい。ということで、はい、それは何でしょうかっていうのを当てていただくのが、今日のクイズでーす。はい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 、今日もノーヒントでいきたい。ノーヒント。はい。はい。必ずひとりさんが必ず。もうなんか、はい。じゃあ、まーさん。まーさん。はい。はい。感謝してまーす。はい。いきます。はい。おまんじゅう。これは、違います。まあでもいい線いってるよ。おー、うん、いい線。はい、うん。はい。はい、どうぞ。皆さんどんどん言ってください。なんか思い浮かぶのをどんどん言ってってください。うん、はい、さっちゃん。さっちゃん。はい。感謝してます。お願いします。お団子。あ、お団子。これは、違います。でもね、まあ、なんつ、線的にはいいというか、すごくいい線いってます。おー。はい。ありがとう、ゆうちゃん。いるおるよ。どうぞ。まゆちゃん、まゆちゃん、はい。はい、感謝してます。感謝してます。おはぎ。おはぎ。これは、違います。まあでもみんないい線いってるよ。はい、うん。はい。まーさん。まーさん、はい、どうぞ、どうぞ言ってください。はい。感謝してます。感謝します。ます。かんぴょう巻き。お、かんぴょう巻き。お、これは、違います。まあまあ。はい。稲尾ちゃん。はい。おにぎり。お、おにぎり。これは、違いまーす。はい。どうぞ。はい。はい、うち。かしわもち。かしわもち。これは、違いまーす。あ、でもね、いい線言ってます。いい線言ってます。はい。はい。どうぞ。はい。誰もいない、はい、もうなんか別に何でもいいんだよ。とにかく。はい。はい、はい、どうぞ。うん。あんみつ。あんみつ。これは、まあね、かなりいい選手ですけど、ちょっと、違います。ちょっと違う。あ、ゆりちゃん。はい、ゆりちゃんが先に。ゆりちゃん、どうぞ。はい。感謝してまーす。感謝してます。みたらし団子。おお、これは、違いまーす。けど、かなりいい選手は言ってますね。皆さん、かなりいい選手言ってますよ。はい。さっき、まーさんですかね。まーさん、はい。はい。はい。ところてん。おところてん、これは、うわ、違いますね。いなおちゃん。はい。おしるこ。お、おしるこ。これは、まあ、違います。まあでもね、かなりいい線には皆さん言ってますね。あ、かなみちゃん。はい、かなみちゃん。はい。感謝してます。感謝します。質問わからないんだけど、質問わかんないけど、わらび餅。これ。でもまあ、惜しいけど違う。惜しいって言ってる。え？
今日の問題、今日の問題は後で YouTube 見てくださいね。冗談だけど、あの簡単に言っちゃうと、ひとりさんがいつも恐山に行くんだけど、そう、恐山で必ず食べるものがあります。それは何でしょうかっていうの今みんなで当ててる。はい、あ、山口ひろみさん、はい、ひろみちゃん、うん、感謝してまーす。はい、ぜんざい。ぜんざい、これは違いますけど、いい線いってまーす。めっちゃ食べてる。そう、はい、はい、あんみつ。あんみつはさっき出たよ。あ、はい、そう、あ、そうか。あ、まあ、はい、出たよ。はい、あ、じゃあ、おしるこって言いましたっけ。おしるこ出てなかったかな。あ、出てない。あ、はい、あ、でも違います。俺が言う前、違いますね。察しました。察した。あ、じゃあゆりちゃんで、ゆりちゃん、おはぎ言われましたかね。どなたか出たかよね。出た出た、はい、はい、うん、いや、いいよ、じゃあゆりちゃん、ゆりちゃん、はい、いい、そのまま言う、別のものをよかったら、うん、あ、ゆりちゃん、よかったら。あ、あの、金なんとか飴ってあるじゃないですか。金なんとか飴、金時飴、金時飴、金時飴。んー、これは違いまーす。さっちゃん、おまんじゅう。おまんじゅう、うん、違いまーす。はい、はい、はい、恐山まんじゅう。恐山まんじゅう、今作ったけど。これは、うん、まあでもすごくいい線を言ってます。すごくだんだん近づいています。はい、近づいて、皆さんの答え近づいてますよ。近づいてる、近づいてます。はい、どうぞどんどん言ってください。なんならこれ1時間これで戻そうと思います。いいかどうか分かんない、なかなか混乱させる。いいんだ、言わない。あ、まゆちゃん、はい、ひらたま団子。ひらたま団子、これ、うん、え、白玉餅。あ、せっちゃん、感謝してます。います。よもぎ餅。よもぎ餅、これは違います。でもまあすごくいい、はい、甘い系ですか。いや、それは何とも言いません。あ、まあでもみんなの答えがだいたい俺がなんか惜しいとかいい線いってるっていうから、あ、まあそっち系かな。はい、うん、はい、じゃあね、ここでヒント出しましょうかね。はい、これは結構大きいヒントになると思いますが、はい、皆さん、うん、そうだな、まあ、一人さん毎回あの関係なく食べるんですけど、うん、暑い時ってなんか食べたくないですかね。あれで、ね、あんなんとかね。いやいや、そのなんとかじゃなくて、暑い時に食べたいもの。なんかみんな今、あれしかない。はい、どうぞ。ゆりちゃん。はい。アイスクリーム。これはですね、相当惜しいです。はい、さっちゃん。かき氷。かき氷、これは、まあ、これはね、アイスのが近い。え？で、アイスは、じゃあ実は、アイスは合ってんですよ。ただ、アイスで正解にしちゃうと、ちょっともったいないんで、じゃあ皆さんにここにね、ちょっと第二ヒント出します。恐山って、まあ、俗に言うと、まあ、そうだな、なんて言いますかね。なんて言うかっていうか、うん、そうね、例えば、恐山って、はい、うん、まあ、なんとかスポットって言うよね。あ、ね、あ、ね、なんて言う？金でスポット。金の。うん。金。金。金の。心霊。心霊。まあ、心霊も相当惜しいんだけど。観光。うん。もっとね、心霊を、うん、そうね。だから、そのうちの答えはほぼ、すごい近いんだけど、その心霊を、なんか心霊スポットっていうと変な、みんななんか怖いもんみたいでいくじゃん。だからもうちょっとなんか大衆的に言った言い方があるはずだね。そんな恐ろしい感じじゃなくて、そうそう、そういう、なんか聞いたことあるね。だからそのゆりちゃんのアイスはほぼ正解です。はい、アイスなんだけど、このなんとかアイスって言うんですよ。なんとかアイス、なんとかアイス、なんとかアイス。その頭に何ってつくかちょっとみんな言ってごらん。恐れ山を想像するイメージで。天国アイスとか。あ、まあいいけどちょっと違う。恐れ座をイメージしたアイスの名前です。はい、恐れ座をイメージしたアイスの名前、みんなで考えてみましょう。はい、はい、はい、どうぞ。よしこちゃん。うん。あ、はい。はい、ババヘラアイス。
ババエラーイさん、その地元の人が言う名前じゃないから。ババエラ。ババエラじゃないです。はい。もっと、もっとみんながわかりやすい。なるべく恐れだったらこれかって。あ、じゃあ、はい、いいの。いいの。はい。レイザンアイス。これは相当近い。レイザンは相当近い。相当惜しい。そんな感じ、そんな感じ。そう。これ、レイザンがすごく惜しい。ものすごく惜しい。相当かすってる。相当かすってる。はい。だからそのレイザンをもうちょっとわかりやすく言ってください。レイザン？魂。ゆりちゃんあげてる？ゆりちゃん、はい。恐れざんアイス。これはですね、いいんだけど、ちょっとね、スポットすぎるというか、ちょっと、あの、ね、ピンポイントすぎる。はい。ちょっと違います。せんちゃん。はい、せんちゃん。霊場アイス。正解！素晴らしい。そう、これは霊場アイスっていうのが売ってるんですよ、恐れ山で。で、それを必ず食べるそうです。そう、だから、霊場アイスが正解。だから、ほとんどゆりちゃんがね、はい、アイスで正解だったんだけど、そう、霊場アイスっていうところまで言ってもらえるので。なるほど。今日の。だから、皆さん、これでね、霊場アイスが相当。なんか、お姫様アイスに聞こえるね。お姫様アイス。なんか、霊場アイスって言ってる。あ、霊場って、ずっと霊場だ。そう。だから、恐れ山って霊場じゃん。そう、だから霊場アイスっていうのが売ってまして、それを必ずひとりさんは恐れ山に行った時に食べるんで、はい、皆さんも恐れ山に行ったら、これはひとりさんが食べてる霊場アイス。霊場アイス。霊場アイス。また入りますね。いや、そう、だから皆さんも恐れ山に行ったら霊場アイス。今日の問題でね、皆さんこうイメージにね、残ったと思うんで、今日の正解は霊場アイスでした。はい、皆さんありがとうございました。じゃあ、はい、万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃー、素晴らしい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、ここから皆さんからね、はい、質問と感想コーナーに移りたいと思いますが、はい、皆さんの何かございますか。はい、あ、はい、おーちゃんは、あ、おーちゃんは、あ、ごめんごめん、すいません、飛ばすところでした。はい、なんか忘れられがちだね。そう、そんなことないよ。はい、じゃあ今日もね、今日はおーちゃんがね、はい、ピンでやりますね。はい、ソロ活で。ソロ活で。じゃあ今うちがちょっと今の、はい、OK です。はい。よーい、スタート。感謝してます。おじゃんです。おじゃん。どうもよろしくお願いします。はい、今日も商品紹介コーナーは、今日は浄化ボディシャンプー。おー、ナンバー19。はい。ナンバー19を。はい。はい。香りにこだわる方。うん。あと、魅惑のナンバー19シリーズ。魅惑のナンバー19シリーズ。はい。心も体もしっとり、すべすべのボディシャンプーになります。いやー、素晴らしい。で、成分としては、アミノ酸系の洗浄成分と、うん、あと保湿成分の皮脂油を配合してます。うん、はい、おー。はい。で、まあ、香りですね。香りはグリーンノートの新緑のような爽やかな香りと、うん、あと、ほのかなフローラの華やかな香りで、うんうんうん、清潔感あふれる香りがします。そうか、いいですね、それは。で、洗うと泡切れが良くて、うん、しっとりとした洗い上がりになります、うんうんうん。で、どのような方におすすめかというとですね、はい、はい、乾燥肌でお悩みの方、うん、あと敏感肌でお悩みの方、はいはい、で、ハリ弾力でお悩みの方へおすすめのボディシャンプーです。素晴らしい。で、それを使うとどうなるかと言いますと、言いますと、はい、お肌が変わります。お肌が変わります。はい、すごい。気分が変わります。気分も変わる。そして、波動が変わります。波動が変わる。もう超おすすめのボディシャンプーになります。あ、素晴らしい。はい、で、まあ、今またそうですよね。今暑くて汗かいたりとか、まあ、うん、まあ、今ちょうど暑くてちょっと家帰ってゆっくりしたい時に、もうバスタイムが至福の時間に変わるボディシャンプーになります。素晴らしい。はい、で、こちらの方でまだ良い、いい体験談が寄せられているので、ちょっとご紹介したいと思います。はい、ぜひお願いします。浄化ボディシャンプーの体験談、まあ、個人の感想ですね。はい。はい、うん、娘さんの お子さん、3歳がアトピーで、はい、おかげさまで感知しましたが、うん、お肌がずっとザラザラしていた感じでした。で、昨日の夜、浄化ボディシャンプーで体を洗ってあげると、はい、なんと、うん、お肌がしっとりして、綺麗になっているので、びっくりしました。おー、そうか、よかったね、嬉しいね。たった1日で、うん、すごいです。おー、ひとりさん、ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。体験談です。はい。はい、で、こちらですね、お値段が、税込み、はい、うん、4,180 円に。おー、いいね。安い。そうですね、バスタイムがもう幸せな動きになるんですね。めちゃお得です。うん、素晴らしい。はい、ちなみに多分皆さん、
気になって皆さん気になってると思うんですけど、達也部長は体はどこから現れるんですか？うん、股間かな。嘘ですよ。皆さんなんかそのどっからあるか人それぞれだから。そうね。ちょっぱなですか？すぐに直行。直行で。はい、そうね。まあみんないろんなところから現れると思うんだけど。以上です。あ、ありがとうございます。え、なんだよ。だそれ聞いて何だったの？聞いて特にあ、特になんけど、どこから洗うかっていうね。その股間の下りから急に、うんうん、さーっとね。喜ぶよね。そうなんだ。気になるよね。真似しようと思うよね。あ、マミでいろんなところから。明日と同じようにしようじゃない。体ね、みんな大切な部分で。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3分6秒ね。はい、まあいつも我々がチャッチ入れる。じゃあ絶好調で、はい、はい、せーの、絶好調、ありがとうございます、感謝してます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここからね、皆さんのね、はい、質問と感想コーナーに移りたいと思いますが、はい、皆さん何かございますか、うん、あ、さっちゃん、さっちゃん、はい、はい、出ます、はい、出てます、水素の体験談です、はい、お願いします、うん、じゃあ、用意スタートいくね。はい、用意スタート、うん、感謝してます。あのお客さんなんですけど、お孫ちゃんに水素飲んでもらったら、市販病っていうの？市販病、なんかあるみたいね。うん、ね、なんかちょっと難しい感じ。あれが、すっかり治ったそうです。でもね、そんな長くはなかったと思います。市販病、お孫ちゃんがね、びっくりしたって言ってた。良くなったので。ああ、良くなったって。市販、はい、紫色のなんか斑点、そんな感じ、ちょっと調べたらそんなような、そうなんだ、いや、うん、ありがとうございます、よかったね、でもおまごちゃんもね、うん、はい、よかったです、あ、ありがとうございます、いただきたい、ありがとうございます、はいはいはい、40秒おめでとうございます、万歳いきます、せーの、万歳万歳万歳、よっしゃ、素晴らしい、ありがとうございます、はいはい、じゃあ皆さんのでございますか、はい、まみちゃん、まみちゃん、はい、はい、いつもありがとうね、感謝してます、はい、感謝してます、はい、先ほどのあの浄化ボディシャンプーの体験談です、はい、いくよ、よー、はい、よーいスタート、はい、前にもお話ししたことがあるんですけれども、あの浄化ボディシャンプーをあのうちのお客様のじゅんちゃんがあのまあ、ひとりさんがそれでね、髪を洗ってるっていう話をちょっと聞いてきたので、あの、ちょっと試そうってことで、あの、やってみたら、あの、最初、洗ったらすごい手触りが、なんか、バリバリじゃないけど、なんか、ごわついたんですけれども、トリートメントを、あの、つけたら、もう、その吸い込みがすごくって、でも、なんかあの、めちゃくちゃしっとりして、で、それでしかも、なんかあの、髪が、なんか、洗えば洗うほど、赤ちゃんのような、なんか本当に綺麗な、いい髪になったっていうふうに、あの、純ちゃんが言ってたんですね。でそれで、そのことを、こう、みんなで、こう、シェアしてたときに、あの、みんな次々と、こう、使い出して、で、そうしたら、本当に、あの、やっぱり、あ、同じように、髪が今までよりも、すごく良くなったとか、あと、やっぱり、あの、頭とか、あの、浄化とかするのに、すごい気持ちがいいから、もうこの、浄化ボディシャンプーで、あえて髪の毛を洗いたいっていう人が続出して、うちのお店では、あの、みんなで浄化ボディシャンプーで髪の毛を洗うっていうのが、もう今すごく流行ってます。おー、素晴らしい。です。はい、素晴らしい。1分28秒、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。万歳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 、よっしゃー。素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうね、はい、はい、皆さんので何かございますか、うん、誰もいなかったら、あ、じゃあぜひ、はい、うん、今のところいないね、はい、じゃあ体験だ、体験、感想、体験に、体験とそのそれに対する質問、はい、はい、用意スタート、八千商店のふーちゃんきんちゃんです、よろしくお願いします、お願いします、まあ、体験談というか、2,3 週間前にここにあの6時台が終わるギリギリになって花井社長マギちゃんが駆けつけてくれた時があったんですよ、うん、なんかすごく嬉しくて、はいはいはい、
なんかこう、大統領かみたいな感じの、なんか、インパクトがあったんですよ。波動っていうか、バーンっていう、すごいなんかこう、ガーンって力強いっていうか、で、例えば、達也部長の講演会でお会いとかお会いしてると、まあ、波動が落ちにくくって、あと講演会は、まあ、大歓運っていう名の通り、まあ、臨時集が入りやすいですけど、この前、花井社長とお会いしてから、私ずっとそのサプリとか、まあ、ピチコラとか飲んで、体調もかなり良くはなっていたんですけど、どうしてもなんか、薬でも効かなくて、ちょっとふわふわしためまいが、技能講習中もちょっとやっぱり疲れてくると午後からちょっとふわってなったりとかする時があって、であんまりやっぱめまいってしだしたらあんまり効かないんですよ。やっぱお薬予防として飲んでてもいいんですけど、なったからって飲んでもすぐ効かないんですよ。でも、その2、3週間前に花井社長にお会いしたその夜から、今全然ふわふわめまいが止まってるんですよ。だから多分なんかやっぱ波動とかってやっぱあると思うんですよ。なので、花井社長や達也さんにお会いして、すごくここ体調が良くなってるって方がいたら教えてください。あ、おお、あ、そうだ、みんなで聞いてる。みんなで聞く。そうそう、これって気のせいじゃないと思うんで、なんか感覚的に体力が、前だったら、8割方だったのが、例えば今 85% までグッとこうガンって戻っ、なんか上がった感じ、戻った感があるので、ぜひ皆さんにお聞きしたいです。まあ、この中にいるかどうかわかんないけどな、ね。もしいたらっていうことで。もしいたら教えてください。まあまあね、いたらね、そのうち教えてください。はい、です今すぐじゃなくて、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー。ありがとうございます。はい、はい。じゃあ、せっちゃんかな、かりんちゃんね。はい。はい。感謝してまーす。はい。体験談かな、はい、体験談でーす。はい。いきますよ。よーい。よーい。スタート。花ちゃんバンドの体験談でーす。はい。うん。なんか、少し前に、ちょっと、久しぶりにやってみたいなとか思って、ちょっと商品をね、買ってやってるんですけど、私はね、その、上機嫌のゲームって一人でやり始めて、で、なんだろう、これつけてると、こう、なんていうかな、こう、見たら笑うっていう、なんか習慣づけ？この、手につけてるから、いつも目に入るから、見た時にニコって笑うっていうのを、なんか習慣づけようかなと思って、やり始めたんですよね。で、いろいろほら、生きてるといろいろあるじゃん。いろいろで、ね、ありえる。いろいろあるじゃん。で、いろいろあったときに、なんか、こう、パッて見て、とりあえず笑って、考えようかな、みたいな。そういうなんか、習慣がだんだんついてきて、初めはね、なんだろう、こう、見たときに、パッて見て、ちょっと顔が笑ってないけど、ちょっと、だんだん良くなる、未来明るいとって、言葉からやったりとか、いろいろちょっとやってみたんだけど、なんかずっとやってたら、もう、なんかバンド見たらもう笑顔にパッてなるっていうか、そういうツールに、ね、だんだんなっててね。うん。で、まあ何でもいいと思うんで、私はその上機嫌ゲームをちょっとやりたい、自分でやりたいなと思ってやり始めて、そしたらやっぱりなんか、そういう、いろいろあったのが、ちょっととりあえず笑ってから考えるようになったりしたら、すごくね、いいもん、なんかいい方に、こう、なんか問題が解決しちゃったりとか、いろいろお出かけしたりとしたときに、すごい、素敵な経験をしたりとか、なんか、どんどんいいことができてるから、なんかやってまーす。らしい。あんまりね、ガチガチにやってなくて、あれ、やれてもやれなくても、もう OK っていうか、軽く考えてるから、もう21日経ったら、もう次の色に変わってまーす。いいんじゃない？あ、まあ、もう。いや楽しくやれてまーす。ありがとうございます。以上です。はいはい、じゃあバンザイいきます。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー。これだよな、うちが今持ってきてくれたんだけどさ、はい、あ、それそれのちょうどお知らせして、うん、30セットで以前販売してたのを、うんうん、またね再度こうお知らせして、まださ30セットってあったんですけど、うん、まだ若干ございます。そう、若干ございます、はい、まあなくなってないよということで、はい、もし欲しい人は、ね、この、うん、ありますので、はい、もしオフィスに言ってくれればね、はい、なんか24時間つけてられるから、お風呂でも何でもつけっぱなしにできるので、いつでもこうパッて見ることができるんですよ。そうするともう見て、ちょっと私はねニコって笑うっていう習慣をこうつけてると、なんかずっともう笑顔で、なるほど。まあでも、忘れないためにはいいよね。はい。素晴らしい。
最初何だっけ、確か黄色だったと思うんですけど、そうそう黄色、うん、あの黒からそう、だから俺最初何色から始めるかもよく分かったもういい、なんかそういうのもあんまりこだわらないで、ルールでいいですかね、自分ルールであの軽くなりましたさあみんなもね、うん、だその21日間は最初どれっていうよりかはなんか自分で決めてやっていくっても楽しいじゃない、うん、そう、うんうん、最初から別に21日にこだわらなくてもよくってもうつけててなんか自分ルールでなんかこうもう見たらアホって言っちゃうとかなんかいろいろ楽しいことを自分でルールでやってでなんかやってるとすごいなんだかいつもこう笑顔でいれる時間が長くなったりとか、なんかガビーンってきてことがあってもちょっととりあえず見て、それを見るとそうだ笑顔とか、そう修正ができるっていうか、なるほど、うんうん、すごく私今重宝して、はい、使わせてもらってます。そこなんかちなみに CD も入ってる、ひとりさんの、入ってるんですよそれが、皆さんもね、安いです、うん、すごい、はい、安い1760円、もうね、あのこれ限定ですんで、うん、そうだよ、はい、だから今も言ってるうちがね、はい、こう亡くなり次第終了なんで、はい、もうその後増産はしない予定なんで、ね、今のところは、はい、そうなんだ、売り切りです、数量限定、はい、数量限定、お早めにあどっか通販番組で今から電話をして30分以内にお昼もうそんななかったと思いますよ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、よかったいつね、いいお話ありがとうございました、はい、はい、ということでじゃあ皆さんの、ね、何かございますかね、はい、ありがとう、はい、誰もいなかったら、はいはいはい、誰もいなかったら言ってください。はい。はい。ケイちゃん。いいですか、はい。どうぞ、感謝してます。感謝してます。と、八潮亭のふーちゃん、ケイちゃんです。はい。またちょっと素敵な写真を入手しまして、はい。達也部長はね、全国、ね、まあ、駆け回ってお疲れで、どこでも寝れるって話なんですけど、ちょっと素敵な、寝顔写真を入手しまして、うん、はい。いいですか、どうぞ。あ、どこ行っちゃうの、ぐったりしてる。ぐったりして横になってる。あ、この写真です。見える見えるかな、これよくわかんねえけど、どうなってんのこれ。もう、こっちを頭にして、もうこんな感じになってる。まあ、要は、そっか、これハムスターの立ったやつの話だよね。回し車の後ろで寝るそうです。回し車の後ろで。で、それで、本家本元の達也さんは運動は嫌いとおっしゃってたんですけども、うん、なんかなぜか、ウッチーさんの1000回の旅が始まると、こうやって動き出して、おぉ、ウッチーの仲良くなるのね。立ち上がってストレッチしたりとか、背伸びするそうです。わー、そうか。あ、ハムスターの達也くんね、はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ, す、うん、あれ、もしかして測ってない、測ってない、まあ、短いっていうことで、バンザイですね。はい。ありがとうございます。はい、せーの、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、よっしゃ、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございます、かわいい、ちょっと自慢したかっただけで、ああ、大丈夫ですよ、ありがとうございます、ハムスターの達也くんもありがとうございます、はい、じゃあ皆さんの何かございますか、質問、感想と何かあれば、ぜひ言っていただければ、あ、はい、札幌、あ、みさちゃん、みさちゃんから、はい、次、じゅんじゅんさん、はい。はい、はい、じゃあみんな、ちょっと待ってください。顔出し久しぶりじゃ、はい、なんか顔出し久しぶりだったけど、ちょっと今、あ、ちょっと映っちゃいけないものが映ったので消しました。映っちゃいけないもの。衣装の山が映ってしまいましたので、はい、すみません。はい、大丈夫、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、感謝してます。感謝します。はい、体験談と、ひとりさんのお子様の素晴らしさのお話。させていただきたいと思います。はい、はい、スタート。スタート。はい、感謝してます。はい、ひとりさんのね、商品のお子様たち、素晴らしいのは皆さんもご存知の通りかと思うんですけれども、今ちょっとね、さっきおさまみちゃんがシャンプー、ボディシャンプーでね、体洗うといいっていう話してくださったんですけど、うちでは今流行っているのが、リップクリーム、正式名称が、ちょっと待ってくださいね。モイストピュアリップ。うん。で、これね、すごいロングセラー商品
だと思うんですけれども、意外とね、うちのお客さんも長い方多いんですけど、知らない方が多くって、で、今回ですね、実を言うと、ふみかちゃんの理解運セラピーを私、受けさせていただいたんですよね。その時にふみかちゃんがね、使ってらして、でその使い方がすっごく良かったんで、お家に帰ってから皆さんにシェアさせてもらったら、今皆さんが今常備されるぐらいこのモンストピアリップがいいということがね分かりましたので、もしかしたらねやっぱり長く今ねおーちゃんとかエミリンがこうやって紹介してくださってますけども、意外とこう埋もれちゃうっていうかね、ものがあるんじゃないかなって、これももしかしたらその一つかなって思ったのでね、ちょっとお話しさせていただいたんですけれど、これ使い方なんですけど、もちろん普通にねリップクリームとして使うの全然いいんですけど、ふみかちゃんからのねお伝授で、これシェアしても OK っていう風に了解いただきましたのでお伝えしますけど、美化運リップ、口紅使ってる方結構ね多いんじゃないかなと思うんですが、すぐ取れちゃったりとか、あとやっぱ唇荒れやすい人って、美化運リップってすごくいいんですけど、それでもやっぱ荒れやすい人っていると思うんですよね、ちょっと皮むけちゃったりとかって、そういう方はこのリップ、ごめんなさい、今走って帰ってきたので息が切れてましたちょっと待ってくださいね、モイスチャーこのピュアリップを、一度ちゃんと紅筆でしっかり塗る、直接じゃなくって紅筆にとってしっかり塗る、そしてティッシュオフを一度うんぱって挟んでね、うんぱってやるんですよね。そしてもう一回紅筆でしっかりその縦じわ、唇って縦じわがあると思うので縦じわにしっかり入れて、もう一回ティッシュを口に加えて、まあねお化粧する女性はよくわかると思うんですけど、うんぱってやります。でもう一回、三回目、もう一回同じように、紅筆に取ったリップクリームを縦じわにしっかり入れて、もう一回、うんぱってやった後に、美化運リップを塗ると、本当にね、落ちづらいのと、この、モンストピュアリップって軽くピンクの色がついているので、割と色がずっと残るっていうんですかね。で、そしてこれ、うんぱってなんでやるかっていうと、ツヤツヤになるのでね、このリップクリーム、逆に口紅が乗らないんですよね、取れちゃってぬるぬるっていう風に乗らないので、なのでこの3回しっかりその都度んぱんぱっていうことで定着、唇の中に定着させて、それから最後に口紅を塗るということをすると、本当にねちょっと飲んだり食べたりとかしても全部取れちゃうってことがないのと、あともうすぐね唇荒れちゃって、こう皮がねちょっとむけてきちゃうっていう方も、これ試していただいたらもう全然荒れなくなったのよっていう風にねお話ししてくださってるので、このちょっとね隠れた、まあ隠れてないかもしれないですけど、うちではね隠れた名品となっていたモイスチャーピュアリップ、素晴らしいのでね、ぜひぜひお試しいただいたらいいかなと思ったのでシェアさせていただきました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、おめでとうございます。3分35秒。はい、はい、眠くなりました。はい、絶好調。ありがとうございます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 。はい、はい、では、じゅんじゅんさん、お願いします。感謝してます。うん、質問です。質問です。はい。ちゃん、けいちゃん、感謝してます。感謝してます。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。何かちょっと自分で納得がいかなかったりするとすぐ言い返しちゃう方なんですけど、その時に我慢しなくていいんだって自分の都合のいいように解釈しちゃうけれども、そこでちょっと空気がおかしくなったりして、そういう時はこれでうまくいってるんだって我慢した方が良かったのかなっていう、その境目がよく分からなくなっちゃう。ああ、要はじゅんじゅんちゃんが言わなければ空気がこだつ、変悪いって、そうそう、幅がね、そう、なんかもっと和やかな感じだったのかなって考えちゃうってこと。そう、その方が周りもいいし波動も良かったのかなっていう、うん、後悔が出ちゃう後悔が出ちゃうとかさ、まあじゃあ逆に質問なんだけどさ、だってじゅんじゅんちゃんってその時なんか自分のことをなんか分かんないけど自分が言われてカチンときちゃったりとかさ、なんかムカムカってきちゃったから言い返したってことなんでしょ。あ、そうです。そうだよね。だったら別に何もこうなんつ場の空気とか考える必要もないんじゃないかな。うん、
うん、大事。あの気にしないでいい。まあ多少、なんかそういうね、場の空気感みたいなあるんかもしんないけど、でもそれはさ、じゅんじゅんちゃんがほら自分がちょっとバカにされたとかさ、なんかそういう風に来た時にカチンってして言い返しちゃったんだったら、別に周りのこと何も気にする必要ないと思うよ。うん。言っても大丈夫ですか？いいですよ、どんどん言ってください。うん。思い切りしてるじゅんじゅんさん見たいですけどね。うん。うん、はい、ありがとう。大丈夫よ。そう、だから、そこはね、やっぱり自分がさ、なんかちょっと変にね、なんかちょっと変な感じで見られてるみたいな感じだったら、まあ言い返してもいいしさ、その後からちょっと場の空気がと思ったら、アホを連発すればいいよ、ずっと。で、やってごらん、それで。うん。あ、やってみます。はい、ありがとう。いつもありがとう。いつもありがとうございます。そう、感謝します。感謝してます。バンザイよね。はい、せーの。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、よっしゃー、ありがとう、ありがとうございます。はい、はい、じゃあひろこちゃんが、ね、はい、手挙げて、札幌ひろこちゃん、はい、はい、感謝してますひろこちゃん、うんうん、すいません顔は出せませんが、はい、あのさっきあのミサちゃんがね、リップクリームの話してて、それで私もあのいつか話したいなと思ってたんですけど、あの本当に素晴らしくって、まさかこんな名品が昔からあるなんて全然知らなくてですね、うんうん、私本当にどの口紅つけてもどのリップクリームつけてもいつもあの皮がですねかなりむけるんですよ、唇の皮が、それで、はい、それですごい悩んでたんですけど、本当にミサちゃんからこの使い方とこのリップクリームを使ってみてって言って使ってからですね、激減したんですよ、皮むけるのが。皮むけるのが、はい、それで、もちろん口紅の、ね、持ちもいいし、これは本当に驚きました、本当に皆さん使われると、唇荒れる方使われると素晴らしいと思います。以上です。素晴らしい、はい、はい、じゃあ万歳、万歳いきます、はい、せーの、万歳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 、よっしゃー。ちなみになんですけど、俺もこれなんか最初使い出す時に、うん、なんかやっぱ俺も唇結構荒れる方なのよ、でこれ使うようになったらやっぱりそうね、ひろこちゃんと同じようにすごい荒れなくなった。まあただね、俺なんかほら講演会前にねこれ塗ってるのは鏡の前でね、あの男子化粧室で、うん、化粧室っていうか、うん、男子トイレで塗ってるとね、うん、横に手洗いに来た人がすごい目で見てみたいな感じで、ね、注目の感じで見てますね。薬用リップですって言ったら、うん、薬用リップ一気に言わないよ、めんどくせえもそんないきなり薬用リップですが隣に言ったって、そんなじっと見るの、いやじっと見る人いるよ、すごい、うん、すごいね、そうなんか横目でじーって見る、すごいね、楽しくやってます、楽しいですね。ありがとうございます。はい、はい、たまちゃん、はい、はい、はい、うん、はい、たまちゃんお願いします。あ、感謝してます。すいません、この状態で失礼します。はい、じゃあ感想かな、水車さんの使った感想です。はい、じゃあよーい、スタート。感謝してます、エビガラ商店のたまちゃんです。はい、ですね、5月にちょっとあの秩父の歩き観音をちょっとお手伝いしてた時に、私あんまり日焼け止めとちょっと肌がこうなんていうんでしょう、合わなくてあまり塗れないんですね。で一応帽子とかかぶってたんですけど、 T シャツのようなところがちょっとこうなんていうんでしょう、リュックに引っ張られて首の付け根っていうか焼けちゃったんですよね。でそれが結構真っ赤っかになってしまって一部だけ、うんうん、で私どちらかというと真っ赤になるタイプなんで結構痛いんですよ。いやこれやっちまったと思って、ちょっとプルプル美容オイル、昔の整形オイルに水晶さんちょっとこう溶かして塗ってみたんですね。そしたら痛みがまず日焼け特有の痛みがなくて、2、3回塗ってたら結構こう普通にお風呂入っても全然痛くなくて、ちょっとつい最近見たら結構一部だけ真っ黒になってたんですけど、ほぼ自分の肌の色にもう戻ってて、でこれから夏の時期なのになんかすごいなと思って、ちょっと水素さんに助けていただきました。素晴らしい。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、1分24秒バンザイいきます。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ。そう、なんか赤くなる人ってな大変だよな、夏の時期とかな。いやでもよかったね、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、もうちょっとさんも、はい、ん、白いよね、赤くなりません？赤くなります。あ、やっぱうちも赤くなっちゃうと、はい、どうされてますか、うん、
ウッチーはね、外出るときは日傘です。ああ、冗談だけど、それは冗談です。普通に過ごしてます。そうね、でも別にウッチーは痛くなるとかそういうのもないんでしょ、特に。でも気がついたら最近は、あんまり、してないかもしれない、ね。あ、そうか、そうか。あ、そうか、昔はね、ヒリヒリしてたんで、向けてたんですよ。ここ数年。そうか。逆にそうか、自分でも気づかないうちに痛くなっちゃってて。意外と外出てるんですけど、あんまりその割には焼けてない。ああ、そうか、そうや、うちみたいに、そう、元がみんな白い人ってね、やっぱ今のタマちゃんみたいに赤くなるからね、すごくヒリヒリしちゃって、後が大変っていうね、話をよく聞くよね。俺なんか速攻で焼けるからね。吸収しちゃいます。そう、吸収者、建設業ですかとか言って。お仕事建設業ですか、らしいってことですか。ワイルドな。ワイルド。なんか海の家の人みたいだよね、海人みたいな。いや、なんかね、ほんと、ね、沖縄の人って結構ほら、黒い人が多い。黒い人が多いってことも言い方おかしいけど、結構焼けてる人が多いけど、沖縄行っても全然違和感ないもんね。そう、だからむしろ沖縄の人、地元の方ですよね。なんか、テーマ通りでね、居酒屋経営してそうだね。いやいや、まあね、いろいろ嬉しいけど、なんか結構ね、海とか行かれるんですかって質問あるけどね、全く行けませんね。日常で。日常の、普通に、外普通に歩ってるだけ、そんなずっと外もいないけど、なんか日常いるだけでね、普通にすぐ。すぐ焼けます。いいかね、モテるからいいじゃないですか。いやいや、ありがたいですけどね。余計にモテたら困るでしょ、それ以上はね。いやいや、分かんないけど。まあでもありがたいよね。だから、そうだよな。なんかやっぱり、ね、痛くなっちゃうとか赤くなっちゃう人ってね、今のたまちゃんの体験なんで救われる人もいるし、まあうちのね、昔はすごい皮が剥けちゃったけど、今みたいにね。もしかしたら体質が変わったのかもしれない。サプリで。そう、サプリ。考え方もそうですね。そうか、いや素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。分かってませんけど、みさちゃん手挙げてくれる。はい、みさちゃん、ありがとうございます。はい、はい、すいません、お参加してます。改めて、はい、改めて、はい、もう一回、はい、そう、これも体験談です。はい、スタート。はい、感謝してます。はい、今度は歯磨きジェルの体験談です。おー、いいね。はい、結構ね、もう皆さんこれ周知なのかなと思うんですけれども、まあ、これ超個人的な使い方です。はい、で、もちろん歯磨きにはもちろんいいんですけれども、はい、これって実を言うと虫刺されとかゆみに異常に効果があるっていうことを、はい、体験、してまして、この間ね、やっぱり来てくださったお客さんが、やっぱ虫刺されて結構痒くって、なかなかなんか取れない、まあ、ね、市販のお薬とかもあるんですけど、やっぱなかなかきつかったりするので、この歯磨きジェルでね、すっごい痒みが取れたっていうのと、あとこれ私自身なんですけど、一時すごい小麦か何かのね、アレルギーが出ちゃって、この指先がもうほんと痒くなっちゃって、もうね、何してもかゆい、もう冷やすと楽なんだけどっていう時期があったんですよね。その時に歯磨きジェル、いろいろ紙バラとかホワイトクリームとかいろいろ試したんですけど、実は歯磨きジェルがね、一番私的には合ってましたので、ちょっとね、刺激とかもすごい弱いのでね、ちょっとかゆみに悩んでる方がいたら、一回お試しするのは、ペーハーバランスとかもすごくいいと思うので、お試しするのはね、口の中に使えるものだから、すごくね、優しくていいんじゃないかなっていうのをね、この夏、これからの季節、とってもいいなと思ったので、お話しさせていただきました。以上です。はい、おめでとうございます。1分29秒、万歳いきまーす。せーの、万歳。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 ありがとうございます。はい、感謝してます。まあ、そう、虫刺されとかにもいいっていう。いいこと聞きました。いいです。キャンプには欠かせませんね。そうね。あと、ほら、今、キャンプってか、今ね、ふーちゃん、けいちゃんも言ってくれたし、あれなんだけど、まあ、これはプチ情報っていうか、もう俺が勝手に信じてるよっていうだけの話で思ってほしいんだけど、よく蚊に刺されやすい人とかさ、はい、結構田舎の方に行くとやっぱりね、母さんがいっぱいいてさ、いちいちこの蚊をね絶対潰すんだとかってやってる人は別にいいけど、やっぱりなるべくだと刺されないようにした方がいいじゃん。で、ハッカ油って知ってる？聞いたことある。ある？薬局でよく売ってるやつがあるんだけど、あれをねちょっとね、この辺にちょっと塗ってたりすると刺されにくくなるかもしれません。かも。予防で。よくほら、蚊ってさ、ハーブの匂いが嫌いなんだ。で、葉っぱってさ、結構ハーブ、あれハーブでしょ、もともと。なんかあれを、ちょっと体のその、なんていうか、こういうさ、手首とか首とか、まぁちょっとこの辺にちょっと軽く塗っておくと、刺されにくくなる感じはある。でもそう
だと思いますけど、ね、そう、うん、だからそう買ってほらよくさ庭にハーブとか植えておくとね、うん、なんか気にくくなるとか、うん、そういうのがあるんで、うん、なんかそのどうしても虫刺されが気になるとかね、うん、かちゃんにこう結構刺されちゃうんだっていう人は、うん、結構そのね今、うん、薬局で売ってるハーブなんかをちょっとちょんちょんって塗るだけでも結構刺されにくくなるって俺は個人的に思ってるから、うん、まあもし ね、 ねあのすごい刺されて嫌なんですが、うん、みさちゃんのねその歯磨きをね、刺された後に塗るっていうのと、うんうね、刺される予防として、うん、いいですね。そう、もう今日から皆さん予防にはね、夏はないっぱい多いね、うん、ほら、ね、夜寝てるとさ、うん、なんかブーンって飛んできて、ね、夜ね、そう夜刺されるとさ、ね、あれまた音がうるせえよってさ、そうなんでしょうね。わかんねえけどあれなんかほらだって勝手に二酸化炭素によってくるんだよね。だからこの粘液でこう吐いた息をめがけてくるのよ。じゃあこの辺とかこの辺、そうだから絶対この辺を多分ビーってこう顔の周りっていうか入っていってます。え、入っていってるとかじゃない、入っていってるのはあんまないかもしれないけどそう、あ、なんつ、二酸化炭素によってくるんだって。嫌ですね。そう、でも嫌いなのはハーブの匂いなんだって。そう、だからハッカーとかはなんかいいって、多分試しにつけてみたらすごく良かった気が。ね、おしゃれ。匂いもいい感じだよね。夏、なんかそれさっぱりするしね。ね、ミストも売ってます。あ、そういうのも売ってるかもしれないね。うん。だからそういうのも、ね、おしゃれですね。ぜひ、参考にしてみてください。よっぽど刺されると困ってる人。ね、オフィスにね、電話してね。歯磨きジェル買ってくださいね。ダメお待ちしております。まあ、それはオフィスがね、それぞれのお店さんでね、はい、買っていただければありがたいですね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。はい、感謝します。はい。さっちゃん、石井さっちゃん。はい。感謝してます。ます。質問です。はい、はい、うん。なんかね、お客さんがこの間、達也部長の相模原の講演会に行った時に、はいはい、炭酸水とお酢がいいよって言ったんです。なんか話したっけかな、炭酸水とお酢、あ、そう、なんかやっぱりお酢はね、俺は基本的にはお酢が好きなんで、うん、飲んでるとね、なんかお酢は体にいい気がするんで飲んでる。炭酸水って言ったかな、忘れちゃった。なんか別々、うん、別々ではないと思う。なんか今の時期だったら結構さっぱりするのに炭酸水にお酢混ぜて飲んでるかな。まあ、ただうん、あんまりそのままだと、なんかガーって、なんか咳込んじゃう人もいるんで、ちょっと薄めに。何いいよっていうことですか。そうだね。そう。うん、まあ、もし、どうせ飲むんだったらさっぱりしたいんだったらって話だったと思う。はい。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。バンザイ。バンザイ。バンザイ。せーの。バンザイ。バンザイ。バンザイ。よっしゃー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。続きまして、かなみちゃん。うん、お願いしまーす。あ、感謝してます。感謝してます。歯磨きジェルなんですけど、なんか前にね、夏の時に、手にこう、ポツポツ赤くこう、できて、でそれがちょっと痒くなって皮がわーっとむけたことよくあって、でその時に歯磨きジェルつけて、なんかあれって良くなったことあります。あー、そうなんだ。いや、ありがとう。ありがとう。やっぱりその中要はポツポツ、まあ、うちまあ、そうね、今のは感想だと思ってないで、タイマーが止まって、はい、1秒です。最短記録。水痛い時とか、喉痛い時に、こう、で、炭酸水飲むっていうのはみんなよくやるみたいだけど、あの、さっちゃんと一緒にね、あの、激文の前に一緒に飲んだりとか。あ、ね、ありがとうね、そうか。あとなんか、やけどの、あ、なんだっけ、ヘアアイロンを踏んじゃった時に、ヘアアイロン、それにその足の裏やけど、足がすごい痛かったから、でその時すぐ出なきゃいけなかったから、まあ、冷やした後に歯磨きジェル塗って、たっぷり塗ってラップして、でそのまま出かけて、で、まあ、そこ何でもなかったんだけど、でそしたらね、そのヘアアイロンってこう上と下でこう挟むようになってるから、足のこのなんていうの、こう足の上のとこにも当たってて、あれ言ってることわかる。わかる。あれが足だったから。そこは痛くなかったから全然塗らなかったんですよね。じゃ塗らなかった。はい。足の裏にたっぷり塗って、裏はすごい火傷したと思ったからたっぷり塗ってラップしていったんだけど、上は当たんなかったと思ったから、痛くなかったから塗らなかったんですね。うん、そしたら歯磨きジェル塗った足の裏はもう全然痛くもなく水ぶくれもできず。
足の上にだけ水ぶくれ、大きい水ぶくれ2個出てて、痛くなかったから塗らなかったのに、どういうわけか、やけどに歯磨きジェルが効いたことある。ああ、よかったね。そっか。いや、いいね。大変ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、バンザイ、ね。バンザイ、はい。バンザイいきます。せーの。バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー。素晴らしい。ありがとうございます。ますはい、はい。じゃあ、ゆりちゃん。あ、バンザイってまーす。あの、ハリピンツヤクリームの体験談なんですけど。はい。はい。はい、よーい、スタート。はい。先ほどの唇の乾燥のことなんですけど、私もね、長年こう唇のカサカサするのがずっと悩んでたんですけど、そのハリピンツヤクリームを唇につけますと、まあ夜寝る前ですね、結構たっぷりつけて寝ると次の日の朝ツルツルしてるんですね。で、すごいやっぱり乾燥ひどい方は私ハリピンツヤクリームすごくおすすめします。で、私もそれ飲んでね、もう唇荒れなくなったんですよ。で、そのさっきミサちゃん言ってたように、モイストピュアリップはもうもちろんもう唇にはいいんで、うんうん、私はそのハリピンツヤクリームプラス使ってもらったらすごくいいなと思います。夜寝る前に塗るだけでいいんで、ハリピンはこう足のかかとの乾燥とかもうツルツルしますんで、気持ちよさそうだね、それは。はい、唇の乾燥はハリピンツヤクリームおすすめです。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。58秒バンザイいきます。せーの、バンザイ、バンザイ、バンザイ、よっしゃー、ありがとうございます。はい、今日もね、ハリピン、そうだね、うん、伝えてました。うん、いい、ハリピンやっぱいいよね、はい、やっぱり、はい、ありがとうございます。今日のお話聞いて、モイストピュアリップも気になりました。あやっぱり、俺もね、人の体験談聞いてると、なんか良さそう。ねえ、なんか似合ってるよね。あんまり、ね、パウダーロードやってても誰も何も言わかない。言わかないね。うちはちなみに、でも顔はなんか塗ってるでしょ。あ、顔、はい、美改メイクの、まあ、男性バージョン。あ、男性バージョンだね。ちょっと、はい、どんな感じで、ちょっとまず、はい、顔、洗顔。洗顔はまず何で？洗顔して、化粧水して、はい、水流さん。あ、水流ね。ひとりさん化粧水と水流さんの、ちょっと霧シュッシュして、ミストして、で、今はすっぴんパワー美容液。すっぴんパワー美容液。青い方。青い方。うん、で、まあ、一個一個つければいいんですけど、僕はすっぴん美容液と、すっぴんジェルと、ひとりさん美容液を一気に混ぜて、で、朝は、これは個人の感想ですけど、水蔵さんのカプセルの粉をちょっと入れて、溶かして、つけてます。マメだねー。おかしいっすよ。おんだよ。すごい、マメ。俺なんかめちゃくちゃ時間やってんだよな。結構時間をかけて。すごいやろ、ね。いや、うち俺でマメだなと思う。なんだね。偉い。これはね、うちさんのスキンケアみたいな感じで、男性のメイク。笑い話なんですけど、温泉とか行くじゃないですか、旅行とかって。うんうん、温泉行ってもやるんで、それこそガン見さ。それな、温泉ってどこでそれは、だって。温泉、うんうん、例えば、まあ、その観光。うん、その露天風呂、ああ露天風呂みたいなとこの、まあ、脱衣所の脱衣所行って鏡がある、うんうん、ドライヤーとか置いてある、うんうんうん、あ、はい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 、でこう、うん、ずらーって並んで反対側にも鏡あって、はいはいはい、鏡越しに明らかにこう、うん、見られてる、なんかすごいあの人化粧してるなみたいな、なんかこう、うん、何者だみたいな、こういっぱい、ああ、化粧してたのこれバーンって置いてあって、それは見られるなぁ。ケアセットみたいな感じで。でも、うちはなんかそこをなんか自分の肌のためだと思って。あ、欠かさず。欠かさず。いや、偉いわ、豆だわ。その分荷物は多くなるんですけど。まあまあまあなぁ、そうか、旅行行くときな。ほら、うちらこれ見て、ほとんど女子だよ。すごい。どんどんなんか女子並みの、ね、ケア力というか。いやいや、もう皆さん、多分私より品目多いですよ、使ってる。どうでしょうね。まあまあ。顔なんかボディですよ。浄化で。まあでもやっぱりそれぞれ気に入ったものをね、塗るっていうのはいいね。俺なんかすごいめんどくさがりだからね。もう究極に少なくしたい。そう、え、朝は？朝？洗顔は？まず。洗顔、うん？洗顔もやるときとやる。すごい。もう水だけで終わりときもありますよ。そう、まあ夜洗ってかな。あ、うん、そう、ね、まあ夜は洗う。
夜は洗う。朝はあまり洗わない。朝あまり洗わない時の多いな。あ、すごい。そう。だから、もう俺究極にめんどくさいから、朝はね、水だけとかで。いいね。でもなんか洗いすぎもあんまり。なんか良くないっていうね。俺は基本的に自分の肌のね、能力を信じてるって、声がいいこと言ってるけど、ただのめんどくさがりだね。ただのめんどくさがりです。自分の肌の再生能力を信じてるとか言ってるけど、基本はめんどくさい。肌を身を守るために洗わないみたいな。いや、まあ超めんどくさがりだからね。そう。もう髭剃るなって嫌だもん。すごいねえ、やだよ。あの T 字はよ朝夜だけですか？T 字のそれは朝と夜だけとか。いや、朝だけ。ああ、うん、そうですね。朝だけで。夜はやらない。夜はやらないです。夜はやらないね。夜はそのままで朝だけです。で、化粧水は？化粧水とかそういうのも、まあ、全然やらないってわけじゃないけど、うん、基本はめんどくさいんであんまりやらない。でしょうね。だから顔洗わないぐらいだから、多分そうだろうなと思って。やだよ。はい。究極でめんどくさがりで、参考にしないでください。ああ、ごめん、ごめんね。すいません。我々だけで盛り上がってしまうところでした。はい。わかんなかった。もう一回じゃない。多分これからね、ずっと上げてごめんね。ごめんなさい。斉藤さんでごめん。はい、じゃあどうぞ。すいません。はい。質問？うん。感想？感想です。あと言ってください。じゃあ、よーい。スタート。はい。感謝してます。あの、お金のことで、今までは出さないに越したことないって思ってたんですけど、達也部長の講演会リアル参加に行って、YouTube でも、まあ、聞いたことある話とかも聞けるんですけど、やっぱりリアルでお金払って出ると自分の気合が全然違うから、なんか、もう、この話絶対自分もやろうとか、気合が変わっちゃって、あ、お金出すっていいことだなって、そうだね。実感しました。素晴らしい感想でした。素晴らしい感想です。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。万歳いきまーす。せーの。万歳万歳万歳よっしゃいや、これは本当に素晴らしくて、やっぱお金もね、なんとお金って波動なのよ。そう。だから、ちゃんとお金の波動もあるから、ちゃんと出して、自分もね、やっぱり真剣味が違うと思うのよ、お金出す。まあ別にほら、それがいいとか悪いとかって話してるんじゃなくて、やっぱりじゅんじゅんちゃんみたいに、お金出したっていうのは、その本人の真剣度も絶対違うと思うのね。だから、そうそうそう、素晴らしいですよ。入り方も違うと思う。だってちゃんと聞こうとかと思うからね。はい、だから、ここにいるからあれなんだね。ちゃんと行きますね。いやいや、別にそれは、それは分かってるけど。いや、まあ、まあ、これはこれでもありなんだけど、その講演会とかってね、やっぱり、自分でお金を出していくっていうのは、やっぱりその今、じゅんじゅんちゃんが言ってくれたみたいに、真剣度が全然違うのよ。だから、まあこれもね、カウンセリングなんかもそうなんだけど、カウンセリングもやっぱり、お金出して聞くっていうのは、やっぱり真剣度が違うから、なんていうかな、その、ちゃんと自分もお金っていう波動のエネルギーを出してるし、向こうからもちゃんとエネルギーをもらえる、相互効果なのね、だからいいんだよって話。そう、でもまあ、もちろんそのね、自分のちゃんとお金の範囲内でやってね、無理しすぎちゃダメだからさ。キャッシングしてね、行ったりとかダメだよ。それはダメだよ。それお金借りてまで行っちゃダメだから、それはちゃんと自分の範囲内でやってねって、でもありがとうね、じゅんじゅんちゃんね。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。では、続きまして、としこさん。あ、感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。体験談というのか、感想というのか、信じなくてもいいですよ、シリーズで、お願いしたいと思います。はい。では、よーい、スタート。感謝します。斉藤敏子です。先ほど歯磨きジェルの体験談聞いてて、ちょっと思い出したんですけれども、ポン治療の中で、私のポンは、一番強力な治療として自家移植っていう治療があるんですね。で、その治療の時に口内炎の副作用が出るよって聞いてたんで、歯磨きジェル持ってったんですよ。うん、で、ものの見事に口内炎ができまして、で、歯磨きする時にやっぱり染みるから歯磨きジェルでこううがいしながら歯も磨きながらやってたんですけども、で、
一応イケメン担当医にね、あのちょっとこう懇願するような感じでお色気は出しませんでしたが、あの一応あの口内炎できましたということで、あの報告しましたら、なんとあの放置されまして、薬が出なくて良いという感じになりましたが、あのその後あの口内炎もひどくなることはなく、あの本当にあの順調にあの治療も終わりまして、あのうん、なんかもう本当に冗談しゃべりながら寒いギャグをあのかっ飛ばしながら本当に楽しい、あの、うん、なんだろう、入院期間を過ごさせていただいたことを思い出しました。以上です、はい、ありがとうございます。はいはいはい、果たして、あれ、あーあー、1分40秒でね、ありがとうございます。万歳が、せーの、万歳万歳万歳、よっしゃ、ありがとうございます。はいはい、かなみちゃん、かなみちゃん、はい、うん、はい、あ、お話しってことじゃないんですけど、あの歯磨きジェル使うようになったら、うん、確かに口内炎が全然できなくなって、はい、それまでもうしょっちゅう口内炎ができて、口内炎の薬こうチューブの買って、でもうあの買うとすぐなくなっちゃう感じで、こうたっぷり上からこんもりも乗るからね、すぐなくなっちゃってたんだけど、その歯磨きジェル使うようになったら、その薬を全く買わなくなったから、歯磨きジェルがいいんだと思います。あ、なるほどね、そっか、そこで聞く人はな、本当だよな、真剣な悩みでね、全然ないです。あ、よかったです、はい、おめでとうございます。バンザイ行きます。はい、バンザイ行きます。せーの、バンザイバンザイバンザイ、よっしゃ、素晴らしい、ありがとうございま す、はい、はい、じゃあマーさん、はいはい、はい、感謝してまーす。どうも、言い訳という名の感想です。言い訳という名の感想ね、いいですよ、じゃあよーいスタート。はい、どうも、まあ、ウルフです。さっきあのヌード劇場の話で盛り上がっておりますけれども、盛り上がっておりますが、ありがとうございます。まあ、これは本当に言い訳ではないんですけど、やっぱりこう男性でもちょっと力が落ちちゃってる人とか、こう元気がない人向けてのお話ですので、ぜひぜひ言ってください。まあ、私のように難病もこう経験したような方がちょっと元気を出したいときは、そういうネド劇場とか行って元気を出すっていう話なので、あのもうすでに元気な方向けのお話ではないというのと、その踊り子さんもそういうこうね、あの裸でやっぱりこういろいろ踊られるわけですから、その方にお金を出してこうね、元気をいただくっていうお話という、まあ言い訳という、ただ見に行きたいだけなんですけど見に行く前の前段階として、まず私みたいにこう何秒か、まあ、知らない人もいるかもしれない、まずはね、あのなんだっけ、あの潰瘍性大腸炎だっけ、うん、そうですそうですそうです、そうだよね、そういう、そうですね、そうだよな、うん、でもそういう、だって病中の時ってね、本当にそういう元気すらなくて、やっぱり病気治すのが第一優先になっちゃうもんね、うん、そうなんですよね。で、がんじがらめになって、うん、視点もこう、視野もこうぐらいになっちゃうんで、わかるよ、うん、そういう時にヌード劇場ってあると、ピンってこう、ピンってこう視野が広がるみたいな、素晴らしいよ、それはいい話だよ。ごめんね、またお話しとっちゃってあれなんだけど、はい、どうぞ、はい、例えばさ、あんな、そうだな、まあ、病中の人とか入院してる人とかっているじゃん。うんうん、で、例えば、ああいう人たちで、なんかあんまり元気になりたくない人たちも正直言っている。やっぱ気力ってすごい大切で、やっぱり早く元気になりたいって希望がないと、その要はだから、退院して何やねんをするぞとか、今マーサーみたいにヌード劇場グゾーなまま、マーサーは今元気だけど、要は元気になって、まあ旅行でもいいし、ヌード劇場でも何でもいいんだけど、とにかく自分が希望を持つっていうのはすごいやっぱり、あの、そういう回復って早くなると思うのね。そうなんだ。やっぱり希望がある人と絶望感しかない人って全然ね、治り方って、治り方っていうか、良くなるスピードって俺たちは、俺はね、勝手に違うって思ってるのよ。だから、やっぱりそういうね、何でも希望って大切だからさ、何でも真面目なことばっかりじゃなくて、そういうのすごい大変。そういうこと、そういうこと。
そうだよ。そうだから、あの、なんつうかな、あの、まあ、やっぱりね、あの、よくさ、マルカンってね、なんかいろいろ言ってるとさ、なんかこう、わーとかって言われる場合も結構あるんだけど、ただ、なんと俺たちはね、なんか本人が楽しいって思うんだったら全然大歓迎なのよ。だから、そのマーさんもね、あの、ぜひ行ってきてください。もう応援してるから。そして、ちゃんと、ちゃんとリポートするんだよ。言ってきたこと、黙ってちゃダメだからね。近いんだから。近いんで、ふーちゃん、けいちゃんも、尾形、まゆちゃんも来たときにはお声かけください。あ、じゃあ、近いんで、いつでも行きます。でもほら、ちゃんと入場料は自分で払うんだよ。思ってない。マスク、そこはお払い、お支払いください。入場料は、ちゃんと自分で払うこと。そんな高いんですか？いや、高くねえと思うよ。おいくらぐらいですか？いや、わかんない。今、相場がわかんねえけどな。そうなんですね。なんか、早朝割引とかがあれば。早朝割引早朝割引午前中に行ったらいいとか午前中に行くとなんか、3、4000ぐらいなんですけど。午後の時間だと、5、6000円だったような。なんか、ごめんなさい。私も、詳しくは見てない。まあ、行きやすい時間はちょっと高いっていうことなんですね。そうなんですよね。聞いていいですか、はい、水着つけて着用して踊ってらっしゃるんですね、女性が。まあ、まあ、まあ、一応そんなにしとこう。まだそう、つまんなそうな感じじゃないですか。いやいやいや、別にいいけど、見て。で、それを脱ぎ始めるんですか？それはね、一定のお楽しみにしといてください。そうです。面白くね。そうですか。そう、うん、あの夜の方がたくさん脱いでくれるとかそんなは関係ない。そういうのは関係ないと思う。時間帯は関係ないです。じゃあマーさん午前中行こう。その方が安いから。まあ安い時間で行くのはいい。うん、ね、それは経済的にね、素晴らしい。ね、あ、9時までとか9時までとか。どうなん、それはマーさんが調べてくれるからいいよ。ここはまた調べて。個人ラインで送ります。どうだったらあの技能講師がないので土日でお願いします。まあ、でもほら、あのね、まあ何でもそうだけど、さっきも言ったように、なんか何でも希望を持つって本当大切だよ。うん、だで、本当今、マーさんが言ったみたいに、うん、自分でこういう大病を経験した人って、うん、本当にその病中って、うん、本当に、なんていうの、あの、うん、結構本当に今言ったように、こうやってなって、本当にこのままずっと一生このままかとかさ、ね、やっぱりいろいろ考えちゃうと思うんだよ。うん、でも何でも希望を持つってのは大切だから、本当にマーさんバンバン遊ぶんだよ。後悔ないように。ね、本当に。遊びます。そうね。あの、丸川、真面目とリッパー禁止なんだから。ね、禁止です。本当だ。禁止ですよ。じゃ病気もきっと早く治ったりするよね。わかんないけど、そういう統計をね、取ったことないっていうか、俺もわかんないけど、でもいろんな本読んでると、やっぱり、なんか希望がある人ってのは、ね、なんかそういう治りが早いみたいなことはね、結構聞いたことあるよ。そう。だから何でもそうだから、何でもやっぱ楽しいってことはね、我慢しちゃダメだよ。本当に。真面目にうなずいてますね。そう、いいんだよ。こういうね、こういうね、遊びを真剣に言うのが丸川流なんだから。いや、一度も行ったことない、そんなところ。まあ、新しい世界だと思っていいんじゃない、うん、もしかしてそれ関連で、まゆちゃん、まゆちゃんいらっしゃいますかね。うん。そうです。そう、はい、感謝してます。水俣店の中森美です。まーさんが言ってくれてると先陣切って先に経験してくれるでしょ。で、ついていく方はすごく安心なわけ。ああ、なるほど。そっか、じゃあ先にまーさんが言ってくれればお洋服だから切り込みたい。言ってきてくださいよ。そう安心して、あの、行ってきてください。切り込み隊長で、はい。いや、本当に、でも、何でも楽しいことやりな。ね、はい、あの、俺たちはね、あれがダメとか、これがダメとかって、基本ないんだからさ。いや、それ、犯罪とかそういうのダメだよ。犯罪はダメだよ。でも、ひとりさんもね、その食堂行くとか、そういうのもね、全部、基本はね、お店を応援したいって気持ちで行くんだから。そうだから、そういうね、マーさんも今言ったように、踊り子さんとか、そう、お店運営するのもお金ってかかるからね、応援する気持ちで行ってください。堂々と。すごい嬉しそう。すごい嬉しそう。応援します。応援します。応援ですよ。応援。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね、マーさんもいつもありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで。以上。はい、あ、うん。
かかってたんだっけ。あ、あの途中で止めました。待って待って、バンザイってことで。せーの、バンザイ、バンザイ。よっしゃ、はい、ありがとうございます。まーさん、まいちゃん、ありがとうございます。はい、はい、あのね、いつも言ってるけど、俺たちはね、あれでいいんだって思ってもらいたいの。あれでいいんだ、あれでいいんだ、ありがたいです。はい、ということでですね、あの皆さん心を軽くね、いきましょう。はい、はい、ということで、そろそろ時間かな、はい、ね、もう時間過ぎてますよ。はい、あ、すいません、あっという間でした。今日も過ぎてしまいました。くだらない話で終わっちゃいました。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今日もね、お時間になりまして、この辺でお開きにしたいと思います。皆さんありがとうございました。はい、感謝してます。感謝しますね、はい、3回言ってあります、はい。はい、じゃあ皆さん、せーの。感謝してまーす。感謝してまーす。感謝してまーす。はい。はい、ということで、A6 時では全員集合、本日は以上となります。はい。ありがとうございました。ごきげんよう、5秒前。4、3、2、1、ふわふわ、感謝してまーす。ありがとうございます。